ゼビオプレゼンツクロノスプラス、心を動かすスポーツ、ゼビオグループの提供でお送りします。木曜日のこの時間はスポーツ選手や OB、 選手を支える人たちにフォーカス。夢を追い続ける素晴らしさ、挑戦を続ける大切さなど、スポーツの魅力に迫ります。今回お話を伺うのはボディービルダーでフィットネストレーナーの北島達也さんです。北島達也さんは1968年生まれの49歳、卓球部員だった高校時代に筋トレを始めました。当時の体重は47キロだったそうです。高校卒業後、10年ほど国内のジムでボディービルを続けた後渡米。ボディービルの本場カリフォルニアで日本人初のチャンピオンとなり、数々の競技会入賞を果たします。その後20年の間に独自のワークアウト理論を構築、メディアやスタジオを通して伝えています。これまで指導してきたアスリートやビジネスマンは1万人以上。まあ、体は小柄なんですけどね、素晴らしい筋肉北島さん持ってましたね。で、小学校の頃から卓球をやっていて、高校は東京都内1、2を争う強豪校に進んだそうなんですけども、卓球が嫌になったそうで、この筋トレをやっていれば卓球をやらなくていいという理由からこう筋トレを始めたそうなんですよね。それではボディービルダーでフィットネストレーナーの北島達也さんとの対談前半お聞きください。独自のワークアウト理論を構築された、はい、ということなんですけど、はい、これ簡単に言うとどういった理論なんですかね。はい、まあ、これはですね、正しく言うとですね、独自ではないんですね。結構ワールドスタンダードを日本に合わせたっていう感じなんですね。そうなんですね。はい、で、まあ、ある一定期間ですね、やっぱり日本とアメリカと行ったり来たりする期間が結構長く続いたんですよね。はい、その時に日本では日本でクライアントさんに直接マンツーマンで教えたりとかして、アメリカで習ってってことを繰り返してたんですけども、はい、どうもジム全体のみんなのですね、ワークアウトしてる時のフォームが全然違うんですよ。教えても同じようにできない人が多いんですよね。で、なんでこんなにみんな日本人の人ってフォームが悪いのかなと思いまして、はい、である時ぼーっとアメリカのジムで見ていたらですね、なんか座ってやる背中のマシンがあるんですけども、その体が浮かないように足を押さえるパッドがあるんですね。で、そのパッドの位置がやたら高いんですよ。で、足がいくら長いにしてもこの高さの差はちょっとないだろうなと思いまして、ずっと観察してたらですね、みんなつま先立ちで足を支えているので、パッドの位置が高くなるわけなんですよね。それに対して日本ではかかとはべったりついてやってるのが低いんですよね、ものすごく。で、そこからその重心のことがすごい気になりまして、いろいろな書物とか調べたりとかして辿っていったところ、なんとまあ、犯罪捜査とかで人種を特定したりとか、あと靴のメーカーが各国にどういうものが売れるかっていう調査とかでですね、あと靴底とかが最近も売ってるじゃないですか、足にいい靴底みたいな、はい、あれをですね、やってるメーカーとかが統計を取ってたりとかするデータが出てくるんですよね。そうすると日本人8割ぐらいがかかと重心で、はい、で、欧米人は9割以上がつま先重心っていうデータがいっぱい出てくるんですよね。はい、で、そこで立ってる時の重心が全然違うんだということが分かりまして、それでフォームは全部崩れるんですよね。うん、あとよく言われる日本ではスポーツの選手がですね、ウェイトをやりすぎると動きが鈍くなるって話を聞くじゃないですか。あれは日本結構独自のものなんですよね。例えば世界一足の速いウサイン・ボルト選手、ウエイトをガンガンやってますよね。やってますね。ウエイトをやって遅くなるんであればやるわけがないんですよね。そうですね。はい。はい。サッカーの選手なんかでも、例えばロナウド選手なんかは、ガンガンウエイトやってて、動き鈍くなってないじゃないですか。はい。あれはですね、実は重心がスポーツと同じ体重バランスで負荷をかけてるから、使う筋肉のパフォーマンスがアップしてるんですよね。まあ、要するに自分がサッカーで使う筋肉のところを、はい、はい、と同じ重心の位置で負荷をかけてるから、サッカーで使う筋肉と同じところの筋肉量が増える、もしくは筋肉のパワーも増える、そうです、増えるわけですね。筋肉っていうのは太さに対してパワーは比例するので、はい、太い方がもちろんパワーは出ますけれども、持久力とかあとはその重さの関係で、そのいらないところにつけたくないわけですよね。そうですね。だから使うところだけが太ければ最高なわけですよね。ですから、例えば、まあ、サッカーとかやってる方だとよくわかると思うんですけども、かかと重心でアクションを起こすってことないと思うんですよね。まずつま先を母指球って言われる親指に体重が入ってると思うんですよね。シュートを打つにしても走るにしても、まあ、その一番基本がジャンプだと思うんですよね。要はジャンプができる姿勢で肩にバーベルを担いでスクワットをしなきゃいけないわけなんですよね。で、その重心バランスがジャンプと同じように内側の前に重心が入ってる。
ただスクワットやるときによくかかとをつきなさいっていうのはアメリカでも言うんですけども、うん、それはかかとをつくだけの話なんですよね、はい、あの重心が前に行きすぎてかかと浮いちゃう人が多いんですよ、うん、ですからしっかりかかともつけなさいっていうことをよく言うんですけども、設置ですよね。そう、設置ですね。それを日本人がもともと8割かかと重心の人がですね、かかとに重心を置いちゃったら全く違うフォームなんですよね。でしかもジャンプするときと真反対のとこに重力がかかるので、全く使わない筋肉だけが太くなって、使う筋肉があの逆に発達しない。でよくウェイトをやった方が鈍くなるっていうのはですね、2割ぐらいはつま先重心の人がいるんですけども、その人たちはやっぱりスポーツで体勢してる人が多いんですよ。やっぱり狩猟のルーツを持ってたりとかしてバランスがいいので、はい、でバーベルを担いだ瞬間コーチにかかとに体重を乗っけなさいって言われて、フォームが狂っちゃうわけですね、うん、そこで筋肉がつくと今まで足が速かった選手が遅くなるわけなんですよ、うん、ですから日本ではウエイトをやると足が遅くなるとか動きが鈍くなるっていうことはよく勘違いされて言われるようになってしまったわけですね、うん、やっぱり身体能力が劣ってる筋肉のつき方って見た目も美しいと感じないんですよ。やっぱ世界で通用してるトップの選手っていうのはどの競技でもやっぱりかっこいい体型してるはずなんですよね。それはやっぱ体重バランスが優れていて筋肉のつくところが理想的だからかっこいいわけであって、フィットネスジムに行ってですねかっこいい体を作ろうと思ったらやっぱり筋肉つける位置はそういう位置じゃなきゃいけないわけですね。そうするとつま先重心を矯正してから始めなきゃいけないなっていうのが僕の今のワークアウト の一番の根本になってきたわけですね、まあ、今回この北島さんの話を伺ってですね、やっぱりどんな動きをするにしても、例えば筋力トレーニングをするにしても、正しいこうまずスタートのポジションっていうのはすごく大事だってことは分かりましたよね、うん、で特に日本人は、まあ、かかと体重になりやすいということで、来週はつま先重心、まあ、つまりそれでどうやってトレーニングすればいいか具体的に聞いてます。お楽しみに。今回のゲストはボディービルダーでフィットネストレーナーの北島達也さんでした。ありがとうございました。